で、えみたいな、え、どこに落ちたんだろうって思って、友達が来た道を戻って、まあ、こんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日は結構質問をいただいてた靴ですね、シューズに関することをお話ししていこうと思います。ヒール履くんですかとか、どんな靴履くんですかっていう、あの質問が結構いただいてて、あとそれに関連して爪ですね、まあ、歩けなくなると爪っていうところでも結構大切な部分が出てくるので、そこも、お見せしながらお伝えしていこうと思います。じゃあ靴ですね、靴どんなもの履いてるかっていうと、まず普通にスニーカー履きます。ただ足がめちゃくちゃむくむんです。やっぱり動かしてない、ずっと下に下ろしてる分めちゃくちゃむくむので、こういうね、ナイキとかここの幅が狭いじゃないですか。なので私実寸、足の実寸サイズ 21.5 しかないんですけど、大きめの、めちゃくちゃ大きめのを買ってて、これは24センチのを買ってます。まあ、そうすることで、まあ、別に歩くわけじゃないので靴擦れとかも起こらないですし、ただむくんだ時にやっぱりここら辺とかに足が当たっちゃって圧迫される、ここら辺には圧迫されるよりはやっぱり大きめのを履きます。でこっちの方が履きやすい。でやっぱりスニーカーだけじゃなくてパンプスとかも履きたいので、パンプスはね、こういうのも履きます。ただ脱げちゃうんです。やっぱり履いてると脱げちゃって、前横浜中華街になんかこれ履いて行ったら、知らない間に片方脱げてて、片方はなんかストッキング履いたまま、片方は靴ってなって、なんかシンデレラ状態になってたんです。で、えっみたいな、え、どこに落ちたんだろうって思って、友達が来た道を戻ってくれて、で探してくれて、なんかポツンと中華街の真ん中に落ちてたそうです。でもみんな踏まずに、なんかすごい不思議な感じで避けて歩いてたみたいでなのでこれは、こういう時はね、なんかこれお弁当、これわかる？お弁当箱のゴム、お弁当箱のゴムをこうやってして止めて脱げないようにしてます。でもこれだと、あのワイドパンツの時とかはこのゴムが見えないのでこういうのにするんですけど、見える系のタッケのやつ、スキニーとか履く時はこの透明な、見える、透明な方をこうやってやって脱げないようにしています。って言ってもね、私形勢結構強いから、異常した時とか、トイレに異常した時は脱げたりしますね。でこれが弁当箱つけた場合か、透明のやつつけた場合かの、こんな感じで履いてます。でじゃなければもう最初からこうやってストラップついてるものも履きます。で夏になれば、海、この前グアム行った時とかサンダル履くので、サンダルはビーチサンダルみたいな指だけ引っ掛けるものは履けないので、こうやってこれもストラップついてるものを履きます。で本当はなんかサンダルってつま先が出るからあんまり履かないようにしましょう。つま先って感覚なくて、何かに当たって怪我したら危ないっていうので、あんまり本当は履かないようにしましょうって言われてるんだけど、まあおしゃれをやっぱりしたいから、まあつま先に気をつけながら私はサンダルを履いてます。でヒールなんだけど、これね、前ずっと好きで履いてたこのヒールなんだけど、履いても結局足がしっかり置けなくて、ステップに置けなくて、基本的には履いてません。でやっぱりヒールを履く理由として、スラッと足をきれいに見せたいっていう理由があって履いてたし、身長がちっちゃいから身長を高くしたいっていう思いで履いてたんだけど、座ってるからなんかヒールの良さっていうのも出ないんですよね。なので
まあ、基本的にはまあ本当に可愛くて履きたいなって思うやつは履くかもしれないけど、今のところは最近はもう全然ヒールがあるものっていうのは履いてなくて、こっちのペタンコ系で可愛いの履いてる。しかもやっぱりこのペタンコ系もさ、甲の部分の広さっていうのも大切にしてるから、こうとんがってる系よりもこのスクエア型を選ぶのが多いかな。なんか今年はさ、スクエア型が流行ってるみたいだから、なんか可愛いのとかいっぱいありそうだけど。で、じゃあ履いてみますね。やっぱ履いたとしても別になんかこうヒールを履いてる感っていうのがそんなにないので、まあ、別に履かなくてもいいかなっていう感じはあります。出ちゃった。で、爪なんですが、そのむくみのせいでもともと履いてた靴が小さくて、でも無理やり履いててというか、そうしたことによって爪がなんか二重爪っていうのかな、なんか二層になったりしてて、あんま綺麗じゃない状態になってます。やっぱそれって圧迫とか衝撃が結構関わってくるみたいなので、やっぱ小さい靴を履いてたっていう原因が一つ。でもこれは車椅子の人だけじゃなくて健常者の人も起こりうることですね。合ってないサイズとか、あとなんかスポーツ選手とかね、あるみたいだね。サッカーとかさ、あとバレエダンサーとかです。でもう一つが巻き爪ですね。巻き爪はこう体重がかかる、足のひらに体重がかかることによってこう爪とかにもこう刺激がいってまっすぐこう伸びたりすることができるんですけど、そういう圧がかからないことによって爪がこうどん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 こういう感じになるか、こう前の方にね、爪が巻き爪になって食い込んでくるんです。だから爪の切り方とか長さっていうのもすごい大切にしなきゃいけないことで、ある程度深爪にならないように爪は長めに切ります。でもし巻き爪になりそうだなっていう感じの時とかは、自分でねこう巻いてるところを広げてあげるっていうのもいいそうです。なので、なんか見た目がすごい綺麗じゃない、もともと私の足の指がブサイクなのであんまりあれなんですけど、爪が結構ちょっとコンプレックスというか気になる部分ではあるので、なんか爪を見せる、それこそさっきのサンダルとか爪を見せる場面ではマニキュアを塗ったりして隠してます。ただずっとマニキュアを塗ってたりすると爪の異常っていうのに気づかなかったりするので、定期的にちゃんと落として爪の確認をしてっていう感じをやっています。足が朝はこんな感じですっきりしてるんですけど、一日置いてるとこんなになんかムニムニした、なんていうのこういうなんかね、小豚ちゃんみたいな、よくわかんないけど、そういう足にぼってりとした足になります。ひどい人はね、本当にもっともっとむくみがひどくて、でこのむくみがひどくて合わない靴を履いてると形成も強くなってきますね、圧迫されるから。まあ、それで例えば小指とかにすごい圧がかかって小指が直爽になったりすることもあるので、靴の選び方っていうのは本当に大切です。靴と爪っていうのはイコールでつながってくる部分があるので、そういう部分しっかり注意しておしゃれを楽しみながら爪の管理をしていただければなと思います。ではこんな感じで、この動画が役に立ったらいいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。
では本日も最後までご視聴ありがとうございました。